大名は、中華民国に北市出身の政治運動家、コスプレイヤー、女性政治家。2020年より、第10期立法委員で、2014年に、台湾社会を震撼させた、ひまわり学生運動に参加した学生としては、初の立法委員でもある。台北市で出生し、に北市立中和高級中学を経て、国立台北大学法律学系卒業。父は、 国民大会代表や立法委員を務めた政治家のライツヨシリンで母はジャーナリスト。父親は青年時に労働運動に参画していたこともあり、家族が自分の社会運動参画に対して反対することはなかったと語るほど父の影響を受けている。高校3年の17歳時に日やブログを閲覧しているうちに徐々に社会問題に関心を持ち始めた。この時期に 台北市市林区で市政府が強行した再開発により市林王家の居住地が撤去された事件での反対運動に参加している。卒業後の進路を試案していた時期に興味を抱いたこの問題をきっかけとして社会に不公正や不義がはびこることを感じ取った品は社会運動参加への熱意が増大していった。ただし、この時点ではまだ個人的な活動に過ぎなかった。 大学進学後の2012年頃から多くの学生運動に参加してきた。アップルデイリーで知られる一元中立ちの買収事案が進行し、メディア独占反対運動が起きた。運動中は傍観者の一人として沿道から声援を送るに過ぎなかったが、運動集結後に居合わせた学生らと、販売体居住青年連盟メンバーに加入した。時期に青銘、青梅。 フェイスブックの解説やニュースの整理を手伝うようになり、活動現場で毎回声援を送るようになった。しかし、青梅での声援は、メディア露出が低く世間での存在感がなかったため、青梅の動員力は、次第に衰退していった。社会運動の仲間たちは品の存在を認知すると、活動情報を共有するようになり、黒色島国青年人選を結成する。 2013年8月に結成されたこの黒島青足しなが中途ではなく初期から加入した最初の団体であり幹部としてより積極的な活動を見せるようになった内部討論に参加するうちに各地の校長会出席などの事務業務を受け持つようになったコスプレと社会活動を結びつけたのもこの時期だった 再開発に伴う立ち退き及び取り壊し問題にはコスプレのパフォーマンスを通じて抗議の意思を示した。このほか、2012年の高中級事件をきっかけに発生した事件真相解明要求かつイデオロギー闘争に明け暮れる国民党と民進党双方に対する抗議表明としての白シャツ軍運動や中国資本が入り対岸寄りの報道が懸念されていた。 左カ左サ集団への抗議活動、反媒体労弾運動とそれに伴うパレード、中東、反鎮特命抗議行動、中国国民党、第19次全国代表大会への抗議運動へ参加するなど、次第に社会運動にのめり込んでいった。金はこれらの活動を通じて、あなたも一つの集合体に属するようになれば、多方面の議題について、 関心を持たざるを得ないだろう。自身の過去の価値観に対する影響は確かなもので、例えば自分が過去に見たことのない、より脆弱な人々に遭遇することだってあると訴えている。同年11月26日、中華人民共和国の海峡両岸関係協会会長、陳徳明が台湾側の海峡交流基金会のトップリン中森を訪問したことで、来は 両者が推進していた海峡両岸サービス貿易協定に対する抗議活動を基金会のビル前で行った。基金会のビルに至る路上で警官隊と衝突、品とライカオ薫ら3名の女子大生は、ここは完成区という名目で手を広げながら、半円状に人形を成した10名の婦人警官によって壁際に取り囲まれた。 その後、警官に引きずられて、ビル入り口への到達を阻止された。当日、品は、報道陣の取材で、中国の環境規制が緩いことで、雇用環境は相対的に厳しくはないことから、台湾の産業は、中国大陸との価格競争に陥り、賃金水準も停滞すると空洞化の懸念を、表明した。両岸サービス協定の協議では品は何度も質疑を、重ねたが、 政府は十分な説明を果たすこともなく、協定は、害は少なく利は、大きいと強調するのみで、公聴会も、審査不十分なまま法案を通過させようとしていた。黒島青の活動を通じて品の視点は、権力者の不義理や政策決定のブラックボックスぶりを認識することとなった。陳威廷、林秘保、企業ら男性幹部陣に混じって発言人として、 メディア対応を主な任務としていた品は、自然とディスプレイ越しの露出が増え、ネット上の同年代の関心を引きつけていった。黒島青は少人数のため大部分の決定事項は、討論を重ねて決定されるものの、役割分担は不明確だった。ひまわり運動での発言人を担当するだけでなく、活動方針の決定プロセスにも参加し、発言人以外の仕事も助け合っていた。 2014年3月18日夜間、海峡両岸サービス貿易協定に抗議集会に参加、黒色島国青年人選のメンバーが3点に分かれて、立法院の選挙を期と努力が実って、議場選挙を果たした一員となった。議場でデモ参加者活再前線の当事者して、紫色のノースリーブのシャツ姿で議場の椅子を使ってバリケードを築く姿が報道を通じて、 注目を集めた。そして、ひまわり運動の女神、社会運動の女神、イサムの異名で知られるようになった。2014年1月に、中華民国教育部による高校の歴史教科書改定が、さ、台湾化を招くと葬儀になった際は、品は、教育部が提出した、真相案では、台湾現代史の部分で、国際法上の台湾の地位を確定する、 海路宣言のみが強調され、サンフランシスコ平和条約や米国の台湾関係法の内容が規薄化されている。と主張した。2014年6月26日、海峡両岸関係協会の公認会長バリシ軍が台湾を訪問。金や義用などの活動から10名が、日田市の新未セクトカラスライクを結ぶ台湾省、同大急行線の日社線を、 ロープや鎖を張って封鎖、調子軍の車列が進行するのを妨害した。護衛者や警察が10分程度でこれを排除し、学生らは逮捕された。その後台北地検は、妨害公衆オーライアン全罪、強制罪容疑で死なら参加者8名を起訴した。2015年1月20日、台北地方法院での審理では、被告が罪状を認めれば、 略式裁判での手続きが可能だったが、被告らは罪状を認めず継続審理となった。2015年3月3日、台北地方法院で継続審理が開かれ、8人は、馬英級政権の対中政策と調子軍の包帯に対する抗議のために言論の自由を行使したに過ぎない。と無罪を主張した。2016年1月15日、台北地方法院は、 強制罪については成立するものの公益目的を考慮し、刑を免除、妨害公衆往来安全罪については無罪とした。ギオーラは公益性のある行動だったとして構想。2017年2月9日、二審の高等法院は強制罪を含めて2つの罪状とも、権威不足による無罪とした。運動初期は、化粧を欠かさない、いつもファッショナブルな服装で、 ハイヒール姿などと外見上の報道ばかりで、取材記者にも猫型のバックパックを背負うのか、ハイヒールを履くのか、スカートを履くのか、などと聞かれていたが、ひまわり運動後のメディア表は、美人で、有毛へと一変した。そして品は、公民教科書の市民的不服従を実践した人物として、なお残すことになった。一期目の議員時代に法学部出身の品を助手としていた、 フレディリムは立候補が決まったしな、を、彼女は豆で仕事の準備もよくできていたから、立法院での質疑変更を起草する際も、自分のルールに従わせるよりも、彼女の自発性を重んじて、その裁量に任せていたと評価し、すでに立法院としての資質を備えていると、太鼓板を押していた。副総統候補のライ・キヨノリは、地元での遊説で、青年は国家の未来であり、 彼らが理想と抱負を持つことは国家にとっても良いこと。彼女は単にひまわり運動の活動家ではなく、社会問題に関心を持ちながら、多くの運動に参加してきた理想的な青年と評し、年配層へも支持を訴えていた。初の国政選挙を目前にして2019年10月に行われた鏡週間による取材では、重度の社会運動の内急度が失敗だとして、 普通の人はそれを実践しても成功したとは思わないだろう。たとえ失敗しても誰かがやらなければ、と語り、社会運動家出身という理由で将来に対して悲壮感を漂わせていた。また、自分たちが街頭での反対運動に動員できたのは20人、程度、とてもばっかりでしょうこの件に関心を寄せるのが台湾でたった20人なのか しみったれた人よだったとしても、あくる日も進めなきゃならない。たったに0人だからってやってはいけない。と、反復防運動が成功するとは考えていなかったことをとろしている。それでも、選挙事務所設立時には10年の政治活動歴を持って自分は新人ではなく最年少のベテランと自負していた。主に初期の失敗の多さを理由としている自己評価の低さとは異なり、 結果として品が黒島青の一員として起こした最大の運動であるひまわり運動は2010年代中盤以降の台湾政界に大きな流れを生み出している。また歴史教科書改定問題も立法院での継続審議対象となり最終的に2018学年度からは廃止されている。2016年から大学の先輩にあたりひまわり運動にも関わった。 時代力量の立法委員、フレテリウムの議員会館で専門だった、法律分野で助手として携わり、議会の実務や実情を学んだ。林明さんが二0十九年八月に離党すると、品は翌月に民主進歩党へ加入し、日田市第十二選挙区の公認候補となった。この選挙区はかつて父が地盤とした台北県第三選挙区とほぼ重なるだけではなく、 時代力量の元主席、高国政が当選した場所だったが、期は2020年の選挙ではここを放棄、代わりに、大吉美林ミリンを擁立したため大民新党への姿勢を、めぐって分裂したフレディと、高国政のそれぞれの文化性が異なる党で、対決する代理戦争の様相も帯びた。選挙期間中は、オンライン上でハンコナによるセクハラマガイの、誹謗中傷や、アミ軍による、 大独幼女などの罵倒を受けた。投稿人が投票115日前と最も遅かったことや、選挙区事情のこともあり事前予想では、黒場だった。公認直後の民調では、有力候補の理に20ポイント後人を廃していたが、12月時点で約3ポイントにまで差を詰め、本番でも人口の多い潮とめくと随香る区では理にリードを許したものの、僅差とも言える接戦だった。 来季よのりが、自身の出身地である、万里区及び隣接する金山区での遊説ンギアに品、を同行させたこともあって、その2区で固めたリードにより、全体では1.5ポイント差で、ベテランのりを振り切り、冬季最年少で当選した。得票分布2020年2月、立法院で交通委員会に所属することになった品は地元、塩止め区の交通問題解消を抱負として語った。 新型コロナウイルスの流行により事業の再開方法が模索されていた時期には、通学に不便だったりインフラが整っていないと、行政院教育部が規定している、新田市内の辺境校56校のうち自身の選挙区内が35校を占めているとして、コンピュータの配布だけではなく通信インフラの格差是正も必要と訴えた。5、6、2月6日、 新型コロナウイルスの流行が拡大する中で、世界保健機関事務局長、テドロス・アダノムが、中国政府を擁護する言動を繰り返したため、台湾政界では、多数の人物が風を批判したが、シナ・もテドロスの小ビ中姿勢を、高尾市長になぞらえて、彼は、風の韓国湯なのか、とコメントした。4月末、ひまわり運動参加者に対する、 高訴審で台湾高等法院が一審の無罪判決を取り消した。当時の行政委員長だった絵よろしくわが正義はいつも遅れてやってくると有罪判決を指示するような投稿を自身のフェイスブックに残した。それに対し当事者だった品は便所のおぶつ入れに捨てられた使用済みのトイレットペーパーのような安っぽさでしかないと批判している。 新型コロナ後の観光振興で副総統、来季よのりに同行し、選挙区内金山老外へ。右から2番目が、大志が、本人は大のアニメファンかつ、総一総一名義でのコスプレと自撮りを趣味としており、自身の Facebook は多数のファンが注目している。選挙期間中に、Facebook のフォロワー数を急速に伸ばし、第10期立法委員の FBA アカウントに対する、 フォロワー数は2020年4月22日時点で全113名中17位の約12万人。2013年12月に再開発の一環で台北市政府都市計画委員会が花光尺の取り壊しに踏み切ったが、その現場に品は新世紀エヴァンゲリオンの登場人物、綾波玲のコスプレ姿で現れ、建築物の意外を背景に自撮りを行いその作品は、 多くの人の関心を呼んだ。品は自分が社会活動でできることは実はそんなに多くはないと感じている。かひかり尺は取り壊されることになるが自分なりの方法で記録に残すことができるのではないかと感じ、もっとアニメのファン層の関心を引きつけられれば、と動機を述べている。2019年9月卒業式には出席せずに、 林明し陣営のスタッフとなったため、自身が立法委員の候補者に公認された直後に、母校の台北大から校内に保管されたままの卒業証書を受け取るよう促された。候補公認時の記者会見で、お辞儀をした際に、緊張のあまり頭をテーブルのマイク2台にぶつけて、毛髪も乱れてしまい、同席していた。 当主席の宅春安の笑いを誘っただけでなく、ネット上ではマイクを触覚にされた悪作品を投稿されたり、マイクルフォンの女神の異名も生まれるなど世間でもインターネットミームを巻き起こした。選挙ポスターではエヴァンゲリオン風のデザインを施し、AT 力場など、作中の用語も使用したほか、顔写真にも公認会検事のマイク騒動を自虐ネタとして取り入れた。 現職相当だった蔡英文も参列した2019年12月21日の台湾大外線では事前に美少女戦士セーラームーンの登場人物日の礼のコスプレ姿をした自身のイラストをポスターでの告知に使い字幕を集めた野外フェス当日の日中には地元潮止め区の親子イベントでアナと雪の女王の登場人物エルサに扮した後に夜間には 会場で、全身、エヴァの登場人物、総流、アスカラングレーの、コスプレ姿を披露して、サイ・エイブヤフレディと合流した様子が反響を呼び、対応国でも報道された。立法委員選挙当選翌日の2020年1月12日には、前述のポスターではイラストだったが、今度は、実際に、セーラー・マーズのコスプレをした姿を投稿している。 選挙運動中に自分を奮い立たせる楽曲について聞かれると、品は新しい桜大戦の劇、帝国歌劇団、新章を挙げている。エルタイワンバンでのインタビューでは、幼少時に見たセーラームーンの登場人物、天皇遥かや少女革命ウテナのあらすじを例に挙げて、王子の助けを待つよりも自分が人を助ける王子になりたいと語り、これらの2作品の影響で、 社会に求められる女性らしさが必須ではないと考えるようになった。好きなこととして挙げたのは小学生時代から始めていたほどの化粧と一見男性的な趣味とされやすいボクシングやカーレースだがこれらはジェンダーレスの観点では矛盾せず両立するものだと述べている。ジェンダーギャップが日本以上に少ないとされる台湾でも 正解においては女性への差別意識や偏見がないわけではなく、品自身も若手かつ女性ということで、遊説時にキーな目で見られることも少なくなかった。またフレディもロングヘアーのまま立法委員の活動を続けることに対し、男性らしさを求める異論もあったことから、事前に品、とフレディは立法委員に最も単発の女性議員と、 最も挑髪の男性議員がいることは、それだけで、ジェンダーレスの存在や、社会の多様性を大衆に訴求できると話し合った。そして、人気初日となった2020年2月1日には、トレードマークだった挑髪を大胆にカットした姿で、フレディと登員し、注目を集めた。同日、ユースズが順当に選出された、立法院議長選挙では、新人の品、 にも一票が投じられ、騒然となった。これは投票用紙の同じ行に、国民党の議長候補来志シゲルと同性の品の氏名が並んでいたことから、国民党委員によるマークミスと見られている。ありがとうございます。